次の報告に行きます。ハンダ氏です。ハンダ氏は大変親しみやすいもったいないバザールというネーミングです。なぜこういう名前になったのか、生活者の感覚が生きている事例発表です。お願いいたします。ハンダ氏環境課の竹内です。本日は当市の事業であるもったいないバザールについて紹介させていただきます。当事業は行政主導で進めた事業ではなく、市民、企業、NPO が参加した環境ワークショップから提案された事業です。この後、もったいないバザールを紹介する加藤さんも所属している半田環境パートナーシップ会議推進部会と共同して事業を実施しています。それでは加藤さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。私は半田市に住む主婦ですが、この環境パートナーシップ推進部会の活動に関わることで、ハンダ氏がちょっと好きになりました。では、もったいないバザールについて紹介させていただきます。はじめに私のことをちょっと紹介させていただきますが、私は、この活動のほかに知多自然観察会の指導員や、愛知県の地球温暖化防止活動推進員、また食育ボランティア、主任児童委員といった、子どもに関わる活動をさせてもらっています。これは私がよその町で、育ち、そして結婚と同時に半田に移り住み、2人の子供を育てた、そういう経験が大いに役立っています。さて、半田環境パートナーシップ会議推進部会は、半田市の環境基本計画の策定に合わせ、平成21年度から活動を始めました。環境基本計画に掲げた目標の実現は、行政の取り組みだけでなく、市民、事業者、行政などが良好なパートナーシップを形成しながら進めていく必要があります。そこで市は環境基本計画の共同事業を実際に企画、実行、推進していくための組織として推進部会を立ち上げ、現在に至っています。まずは活動の手始めとして、私たちの住む半田市の環境を良くしていくために、どのような取り組みを進めていく必要があるのか、またどのような形で行政と共同していくことができるのかなど、それぞれの立場の方から意見を出し合ってもらいました。それが環境ワークショップで4回開催いたしました。ワークショップには行政のほか、市民、事業者にも声をかけ、30名ほどの人が集まりました。第1回目は、半田をこんな街にしたいをテーマに、環境に関する現状、望ましい姿について参加者で意見交換をし、情報の共有を図りました。第2回は、ゴミ、3R のために何ができるのか、地球温暖化防止のために何ができるのかをテーマに、第3回は、より良い自然のために何ができるのか、また、環境学習のために何ができるのかをテーマに話し合いました。第4回は、これまでに開催したゴミ、3R、地球温暖化、自然、環境学習、そしてこれらを実現可能性を考慮しながら、各班から事業提案を出してもらいました。ゴミ、3R をテーマとしたもったいないオークション、地球温暖化をテーマにした地域通貨を取り入れた温暖化防止策、自然をテーマにした自然多目的情報マップ、環境学習をテーマにした半田市環境百選マップ作り、これら4つの事業提案のうち、実際にできそうなもったいないバザールと環境マップの作成を事業化することに決めました。半田環境マップは、市民の方から情報を募り、身近な自然や環境活動を地図上に表したものです。作成後は、子どもたちの環境学習に役立てていただくために、学校や公共施設などに配布しました。さて、本題のもったいないバザールの紹介をします。クリーンセンターに運ばれる粗大ごみには、主婦から見れば、まだ使えそう、もったいないなと思えるような家具がたくさんあります。このような資源を必要な方に
使っていただき、少しでもゴミの減量を図ることが、このもったいないバザールの目的です。私たちは多くの方にもったいないバザールを楽しんでいただけるよう検討を重ね、事前の準備や当日はスタッフとして運営に携わりました。開始前からたくさんの方が並んでいます。もったいないバザールは即売を基本としていますが、人気商品になりそうなものは入札方式を取りました。家具はなんと200円から500円、小物は100円、古本は50円で販売しました。家具の状態の良いものは開店同時に売り切れてしまうほどでした。ゴミとして出されたソファー、これが買い手がついたことで再び新しい命が吹き込まれました。会場では家具などの展示即売のほか、子ども向けのコーナーを設けました。こちらはどんぐり工作をしている様子です。輪投げコーナーでは使用済みのペットボトルとホースを使用して作成しました。他にはお菓子釣りやお菓子釣ったりとか、ゴミ収集車の乗車体験などを行いました。第2回目からは環境戦隊ハンダエコレンジャーに参加していただきました。こちらの様子は必殺技のダシバスターを繰り出す様子です。多くの来場者の前で環境保全ポスターコンクールや緑のカーテンコンテストの表彰式も行いました。参加希望者にはクリーンセンターの施設見学会を行いました。普段見ることのできないゴミ処理の様子を見ることで、少しでもゴミ減量についての PR を行うことができたと思います。これまでの開催状況です。第1回は2日間にわたって開催しました。来場者は800名、家具等の販売点数は65点、売上は56,450円でした。第2回は1日の開催とし、入札回数は2回としました。第3回は大雨の中の開催でしたが、前回を超える来場者がありました。要望の多かった自転車は多数用意しました。これまでの売り上げは市の歳入となり、環境事業の経費としています。来場者へのアンケートからは、ゴミ減量につながっていることは大変いいことだと思う、今後も続けてほしい、品物が豊富で欲しいものが見つかったなど嬉しい意見だけでなく、年間2回の開催にしてほしい、会場が狭いなどという課題もありました。これらの意見を参考にしながら改善していきたいと考えています。環境ワークショップから始まったもったいないバザールも今年で4回目を迎えます。今年度は10月19日の日曜日、昨年と同様の内容で半田市クリーンセンターで開催を予定しています。興味のある方はぜひご来場ください。私たち推進部会は新たな展開として3月に環境フォーラムを開催しました。半田の環境について好きなところ嫌いなところをまとめたマップを作成し、これをもとに半田エコツアーをこの8月28日に開催します。以上をもちまして、半田市のもったいないバザールについて発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました、ね、主婦の立場からということで加藤美由紀さんの発表でお聞きいただきました。ESD もそうですけど、これは良いことなんだからやるべきだっていうのはやっぱり持続可能じゃないんですね。これやるとみんなが得をする、みんなが笑顔になるっていうウィンウィンの関係がここにはあると思うんですよ。ただね、これやっぱり竹内さんちょっとお伺いしたいんですけれども、確かにこうリユースの循環にはなるんですけれども、行政の立場からすると廃棄物処理の中に一手間も二手間も別の工程が入るんで、これ手間がかかるとかそういった課題はなかったんですか？要望では年に2回にしてほしいとかっていうの、3回にしてほしいっていう要望もあるんですけど、やっぱり職員数も限られてますし、今収集の委託も増えてるもんですから、
やっぱり1回2回が限界かなというような形で今開催をしている状況です。それはあれですか、その処理に当たる人がそのもう1回そのリユースに当たるようなものを分けなきゃいけないとかいう、そういうところがあるわけですね。そうですね、選定するっていう作業がやはり職員だけでは難しいので、であとそのゴミを捨てる方にも確認を取らなきゃいけないものですから、そのあたりで職員にちょっと手間がかかってしまうという部分もあります。このあたりは加藤さんね、こうつまり生活者の側からなんかこう手助けできること、参加できることって考えられますかね。そうですね、実際に環境センターの方、クリーンセンターにですね、集めていただいたものを私たちの主婦の目線で、これは売れるぞとか、これは200円だぞ、これは500円だぞっていう値段付けですね、そういうことをお手伝いしています。逆に言うと、その行政の中にこう入り込むことができる、はい、できます。こう一緒にこう共同できるということですよね、はいはい、ただね、これ環境ワークショップから始まったっていうんですけど、半田店はいち早く地域共同、市民共同というモデル事業、国のモデル事業地域になりましたですね、こういったことはやはり下地ありますかね。そうですね、福祉からですね、いろんなところ地域でですね、ボランティアの方、はい、市民活動 NPO がたくさんあります。それでですね、環境の方でも、ゴミの分別ですとかですね、いろんなことで下地はあります。市役所にあれ部屋があるんですよね、はい、市民の皆さんのおなんか。そうですね、市役所内から半田の駅前にですね、クラシティという市民交流センターがあります、そういうところには市民活動のそういう拠点もあります。川瀬さん、やっぱりそうですか、やっぱり市の行政の中でも必ず市民の声をこう反映させようっていうのは、風土として定着してきているというふうに言ってよろしいんでしょうか。そうですね、市長がその共同というのをマニフェストに掲げてますので、市民の声をなるべく吸い上げるような形で行政運営をしています。これ本音でお伺いしたいんですけど、そうは言っても行政はそこまでやるのはもう大変だよっていう声はないですかね。個人的な回答になりますけどありますね。ねえ、でもね、そういうのがあるっていう方がいいと思うんです。あんまり綺麗事でみんな市民の声を反映させますだけで塗ってしまうといけないんで、手間暇かかるからやっていけないよとか、全部市民の声を反映したら停滞してしまうよっていうことで、また話し合いが進んでいけばいいかなと思って、そういった意味では今日は加藤さんもね、発表っていうことが、そのあたりを今後大きな力になっていく、あるいは加藤さんも市の行政の実態も踏まえながらまた活動できるということになりますわね。何か加藤さん、これでもったいないバザールでゲットしたものありますか。ありますし、提供したものもありますし、入札で破れたものもあります。そうです、入札制度なんだ、はい、はい、ありがとうございました。はい、半田市のもったいないバザールの取り組みでした。